新坂峠は、群馬県沼田市にある峠。栃木県日光市から、群馬県沼田市を結ぶ、国道120号の一部、群馬県沼田市と根町白沢町間にあり、標高は約793メートルである。明治維新後、本区間における道路の改札はまず、和坂峠から着手されたが、南高寺により中断。代わって、栗尾峠が開作され、大正時代に、 クリオ水道が完成した。戦後、1953年に本区間が二級国道に指定されると、1958年から新坂峠への付け替え工事が着手され、1964年に開通した。二車線化され大型車の通行も可能になり、大勢の観光客やスキー場へのアクセス道として使われてきた。しかし、 山道特有の急カーブや急坂が連続し、降雨や積雪、凍結などで通行止めとなった際は、トネ町や片品町が孤立化するという問題を抱えていた。2013年11月22日に、峠越え区間をトンネルで避ける新道、改良事業、新坂バイパスが開通し、交通の流れはバイパス経由へと切り替えられたが用いられる。その後、 トンネル区間以外の新密地部も開通し、新坂バイパスが完成した。新坂峠旧道は一部を除き、地図上では国道1 2十号扱いではなくなっている。峠の頂上にオルゴール館新坂などの観光施設が集約していたが、後日のバイパス開通を待たずして2012年に閉業している。クリオトンネルウィキメディアコモンズには、 クリオトンネルに関するカテゴリーがあります。クリオ峠は、群馬県沼田市にある標高約960メートルの峠。クリオ水道あるいはクリオトンネルは、群馬県沼田市にあるトンネル。クリオ峠の下を貫き、沼田市白沢町と沼田市殿町を結ぶ。最初のクリオ水道は、延長327.67メートル、福音3.75メートルの素彫りのトンネルで、 1920年に完成した。当時、同形式のトンネルとしては、群馬県最大延長であった。工事1913年に着手されたが、第一次世界大戦の影響や、事業者の変更、設計の変更といった要因が重なり型工事となった。群馬県知事らが出席した開通式には、多くの見物客が集まったという。 現在のクリオトンネルは1992年から群馬県が実施した民有林林道開設事業及びふるさと林道緊急整備事業の一環として改良されたもので1996年3月に着工1997年11月に完成した延長332メートル、福音7メートルの2車線道路でトネ・利根白沢川場を結び 国道120号の迂回路という役割も担う。数坂サカ水道跡ウィキメディアコモンズには、数坂峠に関するカテゴリーがあります。数坂峠は、群馬県沼田市にある標高840メートルの峠である。シーサカ峠とかつて国道120号線が越えていたクリオ峠との間にある。直線距離でシーサカ峠と約950メートルクリオ峠と、 1> 約1 6トル離れている。新坂峠経由の旧国道をショートカットする登山道が残る。新坂バイパスの新坂白沢トンネルは新坂峠と和坂峠の間を通る。北緯36度39分48秒統計139度10分17秒。北緯36.663445度統計139.171478度。 36.663445139.171478、スーザカ水道はスーカ峠付近に建設されていた未開通の道路トンネルである。1894年9月に開通する予定であったが、直前に落盤事故が発生し放棄された。西側の校門が残る。東側は霧同士が残るのみで、校門は現存せず、変額等の石材が、 付近に放置されている。白沢町の上坂峠越えの街道沿いにある巨石。欧州に向かう源の義経一行の武者三騎が隠れたとする伝承が伝わる。ありがとうございます。